はい、今日も始まりましたコブチャンネル。僕らのそのトライクワークスを紹介していく特集を今どんどんやってるんですけど、前回に引き続き今回は LB トライクワークスのフリーウィーラー、プラス TR フェイスを細かくちょっと紹介していきたいと思いますんで、これを乗ってる走行シーンなんかは過去のビデオにも結構あって、実際乗ってみないと乗り味みたいなものは分かんないと思うんだけど、本当二輪のあのハーレー乗りの人たちと一緒に快適にツーリングを結構去年からずっとやってきたんで、本当に乗りやすくていいマシンに仕上がって、トライクっていう実際少しイメージがそんなに皆さんの中で興味がなかった乗り物をもうどんどんいけてるフィールドに差し込んでいけれるように、僕の方でちょっと今頑張ってやっていきたいぐらい、いいものに仕上がったんですけど、今回はちょっと細かな箇所をちょっと紹介していきたいと思います。じゃあまず僕らが大々的にカスタムしたこのフロント周りをちょっと紹介していきたいと思います。もちろんフリーウィーラーさっきというか前回の映像で見ていただいたみたいに、このカウルはついてないんですよね最初なので、純正のマウントからインナーフェアリングから、こういったライト、いろんな箇所箇所のパーツを、純正の TR 用のパーツをまず揃えることから始まるんですよ。それに加えて僕らが出しているこのダクトが、ついたスポーティーなワークスタイプのフェアリングを、コンプリートにはセットして、であのオーバーフェンダーとかランニングボードのダクトとかと、マッチするようなフェアリングにしてある状態のパーツなんで、当然にやってくるパーツなんですよね。ちょっとここも、リーゼントになっているので、あの純正よりは少し攻撃的な感じになっていると思うんですけど、それに、フリーウィーラーにそういった TR フェイスをまずつけるっていうことと、でそれにこのモデルはオール UBC のビレットパーツがつけてるので、こっちのモデルはクロームを全部セットしてるんで、UBC のフォークブーツもクロームがセットされてます。でこのカウルで見えないんだけど、当然あのフロント23インチにしてるんで、あのトリプルツリーから全部一式変わった状態がこのフロントの、見た目と操作性を向上するような仕組みがカスタムされてます。プラスちょっと見えてるかなと思うんですけど、当然ウィングのディアブロのハンドルも操作性と見た目との両方を向上するためにつけてあるので、本当にねこれいいトライクに仕上がってますよ。じゃあここから、次、エンジン周りだったり中間の方のエリアのカスタムに入っていきたいと思います。では、エンジン周りと、真ん中ら辺のレポをしていきたいと思います。何回もビデオで紹介しているように、当然あのいろんなパーツ UBC に変わってます。これに加えてこちらはマジックリリースシーダン付きの、バックギア、マンバさんのバックギアになってるんだけど、これも間もなく UBC のバージョンに、チェンジする予定でいるので、当然全体的に、ケアできるパーツが UBC になっていくのかなと思います。そこからこのランニングボードからリアのワークスのリアフェンダー、オーバーフェンダーになっているんですよね。で、この水色のトライクワークスを本当は2台作ろうと思ってたんですよ、実は。で、監修いただいてたリバティウォーク の, あの加藤さんの方に打ち合わせで、あの前に水色に塗ったアイコンテとか持ってって、で水色あのケンメリーとか僕ら塗らせてもらったムルシエラゴとか GTR とかアベンタのイメージで、やっぱ水色で LB さんとコラボレーションしたいですっていう形で言ってた時に、真っ白のまだ塗り絵の状態の紙もその中に混じってて、で水色を見てもらってる間にその塗り絵の真っ白のやつ見て、で加藤さんがもうこれもいいじゃん、白もいいじゃんっていう感じで、あこれまだ塗ってないベースの紙なんですよって、いやそれにしても白黒かっこいいじゃん、1台白黒にしようよみたいなノリでフリーウィーラーが途中から白黒になったっていう、エピソードもありまして、かっこいい車両を作る時ってそういうノリも結構大事だと思うので、そのノリの成功例かなと思うぐらいこの白黒は人気なんですね。で、ちょっと話それましたけど、あとこのシートは実はフリーウィーラーの純正シートで、この僕が指定した大きいダイヤステッチを左右バッチリ均等にやってくれたのはこの岡山の井村ステッチさんって言って、井村君に
お無理を言ってお願いしたんです。彼のシートのカスタマイズは本当にいろんな方から支持されていて、僕も何年ぐらい前だ、もう10年ぐらい前だと思うんだけど、井村君と初めてお会いしたりと、その中でやり取りするのが継続してお付き合いいただいた中で、本当に真剣にハーレーダビッドソンとカスタマイズとに向き合って、すごく情熱を持ってやってる方で、そういう方にシートを手掛けてもらいたいなと思って、本当に頼み込んで予定を空けていただいて、僕のトライグライドとこのフリービラの2台をシートカスタマイズしてもらったのがこのシートで、なんで僕的にはちょっとやっぱりオーラがある、こだわりがある状態になってるなというふうに、僕の方は大満足でシートを使ってます。本当に綺麗に指定通りにやってくれたん で、そんなカスタムシートもこの僕らのトライクワークスでオーダーをいただけたりもするので、そういう箇所箇所がやっぱりこだわりの一品でないと、やっぱりカスタム車ってつまんなくなっちゃうんで、そういったところもちょいちょい入った状態で作り上げてます。じゃああとここからリアの方にの説明に入っていきたいと思います。もう僕も超お気に入りなそのリア周りの方にやってまいりました。当然トライグライドと同じホイールとタイヤスペーサーをセットしてるんですけど、フリーウィラーにはフリーウィラーの仕様のリアフェンダーになっているので、これオーダーは車両によって分かれます。まあ、前回のビデオでも言ったみたいに、このまずリアのボックスが僕トライグライドと同じだと思ってたんで、それで進めてきてだいぶ途中で大変な流れになったんですけど、それにボックスが違うということはダックテールも違うものにしなければいけないし、リアのディフューザーも違うものにしなければいけないし、リアフェンダーの取り付け口なんかも全然変わってくるんで、もう全部仕様を変えて結局フリーウィラー専用で作ることになったんですけど、でもおかげでやっぱこの箱に対してバチッとくるパーツがしっかりできたのが結果は良かったのかなと思うん で、実際このダックテールなんかはこのプレスのラインもあった状態で作ってもらったりして、かなり全体のバランスに影響を与えているなんかいいパーツだなと思っているので、まあフリーウィラーこの TR フェイスじゃなくても普段乗ってらっしゃる方でもこれだけつけるだけでも全然変わるんで、まあこれとこれのセットはよくセットで買って買われる方が多いんでおすすめですかね。でそれにさっきシートの説明したんですけど、それに付け加える感じで差し込みタイプのフリーウィラー用の CC バーがウィングから出てるので、まあハンドルとこのフリーウィラーはエンジンガードと CC バーがこのディアブロっていうこの角を意識した感じの商品ラインナップで全部セットされていて、全体をこうやって構成してるって感じですね。実際マフラーとかいろいろ選択の自由もいっぱいあるのは楽しさは、まあ、ハーレーの二輪と同じなので、実際このトライクワークスをハーレーとカスタムとして楽しんでもらうことも十分できると思います。であと1点、純正はちょっとねこの日本のナンバーのケアする部分がめちゃくちゃダサいんで、こういったスマートなナンバー等付きのものに変えて、これはあるんですけど、これはもう一緒に開発を進めたサンウェイさんのオリジナルのナンバーフレーム、ナンバーステーっていうかなに変更されてます。あとはね、パッセンジャーの人がこう持つところがディアブロタイプになったらもうすごいいい感じなんじゃないかなと思いますけどね。さあ今日はこんな感じでフリーウィラーのをベースにした LB トライクワークスプラス TR フェイスを紹介させてもらいました。実際僕身長170センチいないちょっと小ぶりな野郎なんですけども、それでもこのハンドルディアブロの18インチでこれぐらいなゆったりさで乗れます。これが16インチだとこれぐらい2インチぐらい下がるのかな、なんで16、18、14でも全然乗りやすいと思うので、ディアブロの選択で乗りやすさは少しずつ人の身長によって変わるかなと思いますけど、まあ、サイズ感はこんな感じですごく快適、まあ、純正のシートもね結構快適なんですよね。まあ、バックレストちょっとあってもいいかなと思うのは、
今後のちょっとカスタムでやっていければいいなと思うんですけど、実際こんな形で僕らは意外と普段はフルフェイスをかぶったりして少しスポーティーに演出していきたいと思ってフルフェイス仕様で高速をバンバン走ったりしてます。いろんな乗り方がこれから生まれたらいいなと思ってますんで、ぜひ今後カスタマイズしたり買われたりする中にこういったトライクのカスタマイズの車両を選択に入れてみていただいたらありがたいなと思いますんで、ぜひちょっとこのチャンネルもチェックを続けてもらえたら嬉しいです。じゃあ今日は、そんな形でトライクワークスの、2台のうちのもう1台のその白黒のフリーウィーラーのモデルの方を紹介しました。ありがとうございます。引き続きお願いいたします。